をやってきました。縦の息乗るのが、この12時7分ですね。高森に着くのがまあ45分ぐらいなんですけど、うん、わーすげー、わー、上は全部イラスト。出発進行です。これは銀河洋ですね。はい、到着。はい、高森駅に着きました。いい、ね、はい、なんとここで丸には黙ってたんですけど、はい、まさかのサプライズゲストが。まさか。2時間時間潰します。エルカチャンネル。さあ、今高森の中にやってきました。ああ、湧水トンネルね。700m 先ですよ、ちょっとあるかまあいいんですけど、まあ、時間はね、はい、あるんで。めっちゃ涼しくなりますよ、キリトだったら絶対嫌顔して立ち止まりますね。もう入ったが最後、凍えながら帰ってくるという。死んじゃいますか。はい、まあ、帰りはだからこっちに行けばいいですね。そうですね、こっち行けば千本桜がここですね。Lちゃん、千本桜と別の桜のスポットができてるんですよ、はい、まさかライバルが。はい、はっきりとしたのはちょっと分かんないですけど、うん、まあ、去年の桜を YouTube で見てたら出たやつがですよ、区画を作って、はいはい、桜がずわーきれいに並べてあるんですね。そうです。それも、あ、そう、多分変わんない距離。高森は高森だ。そうそうそう、花見で一杯がしたいですね。道を外れるとやっぱ昔ながらの、はい、ところが多いですね。我々は行く方向を間違えたのかもしれません駅から出て我々は右に曲がったわけですよ。左に曲がった方がですね、あったんですけどまあまあどうにかなりますよ、はい、たまにはまあこんな感じもいいんじゃないですか。こう毎日毎日ですね、時間に追われ、なんかもうなんか、あ、疲れた疲れたしか言わないような生活から。もうあと500ぐらい200m も歩いたかな。エルちゃん、9分ぐらいですね。がっつりあるじゃないですかメインがこれじゃないですから今日のメインはってやつですから。意外にやれでしたな、ついてから時間がありすぎた。去年の今頃がですね、確か島原にキリトと行ったんですけど、 あの時も時間が持て余しまして車で行ってるから、そう、まだそうね、どうにか徒歩は次の信号渡りかな。そろそろですか。道路を右に。ここ？いや、絶対違うだろ。エルちゃん。あれかな？あ、あそこ今車が曲がってるあたりじゃないですか。あれ？こっちに1キロってなってるよ。どういうことだ？どんどんスマホが信じられなくなってきた。ちょっと俺も調べますね。逆に来てて、まじやか。あそこの山見茶屋のとこから、まじやか。さっきのとこ見たっす。あそこか。はい、あと500メートルです。大変なことになる前で良かったのかもしれない。エルちゃん。残り 0.6 キロ。なんかさっきから全然減らなくない？だって最初に見た看板ってさ、700メーターじゃなかった。なんかそういうルートがあったんでしょうかね。今のこの暑さ全開を回復させてくれるんでしょうね。ご飯は美味しいんじゃん。ああ、ご飯っすね。ご飯はニコニコ饅頭ですよ。ニコニコ饅頭か。はい。まあ嫌いではないけど、お土産で買っていきましょうね。はい、ですね。もうひんやりします。わ、めっちゃ涼しいじゃん。ひんやりするね。
これがちょっとなんか名物のやつですよね。あーでもだいぶ涼しくなりましたよ。ダメですか。ウォーターパールまであと 200m です。ということで湧水トンネルに時間つぶしで行ってましたけど、帰り多分5、6分ぐらいでここまで来ましたね行くときにあれどんだけねえ15分ぐらい多分ふふ言いながら行ったの。倍ぐらい。もう知らないおばあちゃんがね案内してくれたんですよこっちこっちって座敷わらしおばあちゃんだけど座敷わらしちょっと面白いね。いやありがたいね。本当ありがたいですさあじゃあもうちょっと時間あるんで、ね、至福の一服でもしようかなでこれで立野に戻るんですけど、途中で中松駅に寄って例のところですね寄ります。エルちゃん、はい、もう残念ながら帰りは普通で帰りますまあまた次中松駅、はいはい、ただその後がちょっと気になるんですけど、うん、中松からですよ、うん、次の電車が何時かなってそこ書いてないかな。ね、あれで行くと次4時39分とじゃなければ、これ最悪中松からですよ、うん、タクシー拾うしかないんじゃないですか間もなくホームに列車が入ります。この列車は14時32分発普通列車立野行きとなります。間もなくホームに14時32分発の普通列車立野行きが入ります。この列車は本日ワンピースサリーゴートレインにて運行いたします。入線の際は大変危険です。黄色い線の内側に下がってお待ちください。黄色い線より内側に下がってお待ちください。予想に反して帰りもこっちだって。でもこれ乗れるもう角にちょっと、エルちゃん、はい、すいません、はい、すいません、どうしてください。60ホリのお客様ございます。そうわということで、カメラの電源がもうなかったのでこっちスマホの方でやってきました。今日一番のいいですね、はい、やっとですね。今ねなってたんですよ。はい、もう前からここはね言ってたからね。写真撮らなくていいですか。銀河を貫く伝説の刃、聖獣戦隊銀河マン、エルちゃん。やっぱこんなに並べてやるとねやっぱ感慨深いよね。V ですね。これ当時物じゃないですか。あとグリッドマンもこれ当時物かもしれん。と これなんかねうちにあったよ。そうカメだ、はい、行きましょう。こっ
ちょっと中での撮影の許可をもらいます。あ、こんにちは。あ、中でカメラ回してもいいですか。全員のサイズ。ですよね。揃わないの？うん。素敵。そうなんだ。やっぱカレーです。そうですね。イノシカカレーですね。イノシカしか。カレーにされます。カレーかな、やっぱりいっぱいならないカレー。ご飯じゃいっぱいなくらいなんで。なるほど。それ食べてもお腹いっぱいになるから、まだ赤おそばとか全然食べれます。なるほど。そういう。普通サイズ、普通で。普通サイズで、はい。じゃあ。じゃあ俺も同じで2つお願いします。はい、はい、単品とセットはどっちにされますか。単品で。単品の方で。はい、はい、待ちください。でもあれなの、ジェットマンがすごい。ジェットマンすごい。へえ。全国でもジェットマンとゴレンジャーのサイズ全員揃ってるのかも違ってですね。へえ。ちょっとゴレンジャーですね。こっちが赤、桃、緑と青、レンジャーすごいね。お上がりよ。命ちゃんが出てきて、はい、予選したらすごく高くなってしまったんです。あ、今命ちゃんにリコールでお越しします。ありがとうございます。やっぱもう大きくなっちゃうんですか。大きいからっていう。あの、コントロールがどうも多いらしくてですね。いいですよ。なるほど。子供向けの命ちゃんで、たくさん離れてて、子供さんに教えてください。ありがとうございました。さあ困ったぞ。ということで我々は今中松駅でカレーを食べ、そうそう、秘密基地ゴンでカレー食べたんですよ。で食べたのいいんすけど、電車があとまだ1時間ぐらい待たなくちゃいけなくて、バスもあるんだけどバスもあと1時間ぐらい待たないといけないんで、最悪タクシー呼ぼうかなーなんて言ってるとこなんですけど、まあそれだったら10分ぐらい待っとけば来るって言ってたし、1時間ちょっと厳しい ね。タクシーで終わりました。はい、なあ、タクシー電話します。エルちゃん、はい、今戻ってきましたよ。まあ、帰り運が良くてワンピースの電車にまた乗れることになったんです。めちゃくちゃ人が多かったです。縦の駅から行く時も多かったんですけど、まだ多くて座れないっていうのは分かってたんでいいんですけど、まあすごかった。で、まあ、中松駅で降りて秘密基地ゴンに寄ったんですけど、それからが電車
の待つ時間がですね結構あったんで、もう考えた結果でタクシーで戻ってきました。まあ乗る人少ないかなって本当思ってた分多かったんでびっくりしました。中も外も良かったですね。あの外だけかなと思ってたんですけど中もいろいろ貼り付けてあったんで、いやー楽しかったです。もう見て、あこの人ワンピース好きなんだろうなっていうのが分かるような人たちが多くて、ああれあれとかってこう指差しながら写真撮ったりして喜んでましたね。外国の人たちも来られてて、わあワンピースってやっぱり人気なんだなと侮れませんねさすがワンピース。ということで今回の動画はここまでです。次回も見てください。俺たちにかかってこい。